私の修羅場、両親の離婚原因が私。父親は、自分にも母にも全く似てないから、母の浮気相手の子じゃないかと疑い。母は、私を産んだせいで、父のような貧乏をリーマンと出来婚する羽目になった。もう、父とは一緒に流行っていけないと逆切れ。間で双方から責められ、涙目の自分は、当時、中学卒業目前、 ここが一番の修羅場だった。母方の祖父が、この流れにぶち切れ、両親には離婚させ、母は二度と帰ってくるな私は、祖父宅で引き取って、責任を持って大学まで行かせると宣言。これに、父方の祖母、祖父は、すでに高井が反発、うちの後取り孫だから、面倒もうちで見る。父には、一切口を挟ませないから、安心して、 母をどこかに叩き出せと逆に宣言。ここら、あたりで、今度は私が静かに切れた。中卒でも雇ってくれる住み込みの仕事を見つけ、両親に離婚でも不倫でも好きにしろ。私は消えてやるから、最後にこの会社に入社するための身元保証人になれ。以後は迷惑をかけない。というか、二度と連絡はしないので、息子なんていないものだと思えと言って、 入社申請の書類を突きつけた。そこそこ成績は良かったので、学校側から思いとどまらせて進学させてくれとかも言われてたが断固拒否。両親にしても、父にとっては、まさかの跡取り、予定の造反、母にとっても、養育費の出しに自分から出ていくと言われた事態。そして、さっさと荷物をまとめ、戸籍も抜いておけと言い捨てて就職。 ガテン系の良くも悪くも大雑把な人たちに揉まれて、どうにか、当たり前に近い人になれたんじゃないかと自画自賛。今となっては、両親の離婚問題で責められた程度で、何泣いてたんだろうと笑い飛ばせるようになりました。最近還暦過ぎた元両親から、それぞれ同居して介護してくれと申し出があったんで、どちら様でしたっけと、ガチャ切りした記念に書き込。